はい、本日はですね、プリマロフト VS 本物のダウンジャケット比較動画をやっていきたいなというふうに思います。この検証動画は第4弾ということになってて、体を張ってですね、31歳の男の子が検証していくという動画になってはいてるんですけども、よくプリマロフトといえばですね、ダウンジャケットの8倍あったかいとかっていうような噂があるんですね。お前ほんまに8倍もあったかいんかとかって思ってたりするんですけど、多分そう思ってはる方結構いらっしゃると思うんですよ。8倍もあったかいってことは、ダウンジャケットが10度やったら、このプリマロフトって80度になるんかいなっていうことになってると思うので、そんなことはないでしょということで、じゃあ体を張って実際やってみましょうということになってるんですね。ちなみにプリマロフトの中綿ジャケットといえばですね、やっぱりこのエクアックスが有名だと思うんですけど、もちろんこれも測りますし、それ以外にはこういったノースフェイスのヌプシジャケットっていうジャケットも測りますし、ただこれだけで一着ずつやっちゃうと、いやこれはエクアックスやから数値出たんやっていうね場合もあったりすると思うので、2着ずつ用意してるんですね。プリマロフトはまずこれと、ノースフェイスの方からキャンプシラショートっていうのも持ってきたんですね。これも一応全部プリマロフトになってるので、同じ中綿はもう全く一緒なんですよ。見た目は全然ちゃうけど中綿は一緒。そしてダウンの方はね、このノースフェイスのヌプシジャケットとこっちのナンガのホワイトレーベルになってるので、プリマロフト VS ダウンジャケットの勝負をしていきたいなと思います。ちなみに、ルールはですね、もう今まで 1,2,3 回やってるので、もうほんま簡単にパッて言うとですね、こちらに温度計がありますので、こちらの温度計で測っていきます。こちら上の方がですね、この先っちょの気温になってるんですね。だからキュッと握ってあげたら温度どんどん上がっていくんですけど、一回やりますか。こんな感じでね、どん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 上がっていきます。で対して下はですね、この真ん中は外気の温度になっているので、今で5度ぐらいなんですけど、予報ではですね、ここからどんどん寒くなっていくらしいんですね。だからまあ撮影時間は1時間ぐらいなんで、そんなに違いはないと思いますので、まあ5度4度ぐらいで検証していきたいなと思いますので、まず最初はプリマロフトとダウンと近いと思う。ね、プリマロフト。プリマロフトがいい。うん、ほんでじゃあプリマロフトから行きましょうか。もうこれでいいやろ、外気と一緒だから 5.8 で。持ってもらっていいですか。はい、それではですね、このポケットの中に気温計を入れて測っていきたいなと思います。ではタイマーの方準備お願いします。ちなみにですね、このエクアックスはない、結構あったかいねんな。だからな、今予想で言うとな、18度ぐらいあるんちゃうかな。違う？違う？全然違う。23度や。あったかいもん、結構。はい、なりました。はい、ありがとうございます。それではエクアックス、まず1着目のね、これベースモードになると思うんですけど、もうこれちょっと予想はせんと君にもさっき答えてもらうわ。何度ですか。はい、25.1。あー、1着目があったかいな。では次2着目は、順番ちょっと変えてプリマロフトでダウン行きたいなと思います、うん、感じで言ったりしてるけどダウン行きます。はい、はい、では行きます。サビ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 、でもあったかいよあんまり、うん、あ、そうね。プリロフの方が上っぽい。はい、ありがとうございます。では2着目ナンガのホワイトレーベル、僕が持ってるダウンの中で最高峰かな、うん、やつですが、結果はですね、おそらく 23度です。はい、24.1 です。でもあったかいな、やっぱりな、うん。では、次のダウンジャケットいきたいなと思います、はい、次は、もう一回プリマロフトいきます。プリマロフトのノースフェイスのキャンプシラショート、はい、いきます。はい、はい、いけそう、はい、では3着目いきます。お願いします。はい、プリマロフトね、はい、
さん今ですね、これ待ってる時間が嫁は暇やっていうことで、僕は今検証やってますが、嫁はですね、これ今公園なんですけど、公園をランニングしに行きました。ダイエットや言うて、ランニングしてるので、これさ、さっき一人で喋ってたけどさ、うん、首元寒いわ、首が結構開いてんねん。終わりました。はい、ありがとうございます。感想から言っていいですか。うん、中の綿はあったかいねんけど、うん、この隙間の風がめちゃめちゃ寒いから、プリマロフト自体はあったかいと思うんだけど、うん、さっきの何が24やろ、うん、23、はい、21、あ、だいぶ低いな、うん、やっぱり寒いんや、うん、では次はヌプシに行きたいなと思います。はい、もしかしたらヌプシ最強説出てくるわ。高い、うん、やっぱ体感が全然ちゃうもん。うん、うん、何が一番寒かった？キャンプシラショート、キムタクの、キムタクが寒い一番。多分な、形に問題がある。あれは綿よりも大きかった、もっとサイズが、うん、いや違う違う違う、首元がな、隙間だらけやね、うん、だから寒いね。綿は多いけど、私はパッと見全然首感が気に見えるけどね。もう全然ちゃうね。一番それは首詰まってるのはナンガよ、うん、あれが一番首詰まってるんだけど、胴体があったかいのはヌプシちゃうかな。ありがとうございます、はい、寒い、うん、そしたらですね、ヌプシ終わりました。温度がちょっと外の温度も変わってるんですけどね、うん、ちょっと温度発表してもらっていいですか。はい、22.4 です。 22.4 で、外気がちょっとだいぶ2度ぐらい下がってんねんな、うん、なのでちょっと一番最初にあったエクアックスがちょっとどうなんかなっていうことで、最初6度近くあったんで、もう一回エクアックス最後やって終わりにしたいなと思います。ちょっともう寒くて目も口も回らなくなってきたんで、準備しますね。もう一回おまけのエクアックス、ありがとうございます、はい。2度目のエクワックス検証ということで、はいはい、さっきからなんかだいぶ売れるねとか言ってたら、だいぶ高いのかなと思いますが、はい、24ぐらい出たかな、うん、そうですね、20、あ、ちょうど5位になりました。やっぱり間違ってなかったんだよ、うん。ということでエクワックスに関しては最初もやったけど 2回目をもう1回測り直したということで、以上現場からでした。ではスタジオの拓堂さん、はーい、はい、ということでスタジオの方に戻ってきました。中継先の拓堂さん、本当にお疲れ様でしたということでね、まずは結果発表からいきたいなと思います。結果発表はですね、まずエクワックス、一番最初のエクワックスが何だったかというと 25.1 度なんですね。ちょっとブラーバが走ってるから邪魔やな。 25.1 度になってて、まあ、これはね一番数値的に高かったんですが、実は一番最後にもう一回測ってたと思うんですけど、もう一回測ることによって25度ということになってますので、これがね一番高かったです。ってことはプリモルフとかあったかいかなと思っていろいろ見ていきたいんですけど、じゃあ2着目のナンガ、オレンジのやつですね、に関しては 24.1 度ということで、これも比較的高い数値になってますね。でその次にキャンプシェラショーというて、これはプリマロフトですね、同じくエクワックスと同じく全く同じような綿を使ってるんですけども、残念ながら21度、一番数値が低かったんですね。ほんで、最後ヌプシジャケットが 22.4 度ということになってます。ノースレースの中で一番暖かいであろうヌプシが 22.4 っていうところの数値から見てもらっても、
まあまあ、プリマロフトとダウンジャケットの比較って今回そういうことやったんですけど、まあ、プリマロフトやからあったかいとかダウンやからあったかいっていうことももちろん大事なんですけど、つい先日、先週かな、動画出したやつで、ダウンジャケットのね、選び方っていうのを出したと思うんですよね。で、その時にも言ったんですけど、大事な3つのポイントっていうことで、まず綿、中綿何使ってるのっていうのと、次は形ですよね。首から逃げていかへんとか、そういった形を見て、その次にはジャストなのか、サイズがジャストになってるのかっていう、この3つが掛け合わせれば、暖かさって結構変わってくると思うんですけど、綿だけやと、他にもデザイン性とか、ジャストサイズとかによっては、ちょっと違ったりするので、まあ、それがね、分かりやすかったんじゃないかなと思います。1着目のエコワックスと3着目のキャンプシェラショートで、全く同じ綿使ってるのに、温度に違いが出てるっていうことを見てみると、25.1 と21なんで、4度ぐらい差があるってことは、まあ、おそらくそのジャスト感とか、あとはデザイン、首のところから熱が逃げたりとかっていうところになってくると思いますので、まあ、その辺が違いになってきたんかなと思うんですけども、だから、まあ、結果的に言うと、プリマロフトはダウンジャケットの8倍あったかいってよく言いますけど、それは大嘘やったということになってますので、8倍もあったかったらとんでもない暑さになってますので、8倍はまあまあ嘘やったということが、まあ、これで分かったんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、綿も大事なんですけども、それ以上にも、サイズ感とか、あと形っていうのも大事っていうのが今回で分かったんじゃないかなというふうに思いますと。まあいうところになってるんですけども、これやっぱすごいなと思ったのが、ナンガですよね。ナンガの 24.1 度とエクワックスの25度。この2着はちょっと思ってる以上の数字が出たから、ちょっとバビりましたよね。バビったなぁ、ってびっくりしてるんですけど、この辺はね、いろんなダウンジャケットがある中でも、かなり上位に上がってくるんちゃうかなっていうのが、まあ、この数字から見てわかるかなと思いますっていう感じになりますよね。まあ本日はとりあえず、まあプリマロフトとダウンの違いっていうところの比較になっておりますので、本日は、プリマロフトがダウンジャケットの8倍暖かいのは大嘘だったという動画になっています。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。